はい、始まりました OGS チャンネル、今日は深井氏が、お送りさせていただきます。よろしくお願いします。今日のテーマはリーダーの、正しい責任の取り方とはっていうところで、そこをちょっと考えていきたいなと思っております。で、やはりリーダーであったりとか、メンバーを導いていく立場、立場が上になればなるほど責任というのは増していくと思います。大きくなっていくと思います。で、その時に正しい責任の取り方というか、しっかりとじゃあ責任を全うする、そういうリーダーとはどういうリーダーなのかっていうところをちょっと整理しながら一緒に考えていきたいなと思っております。で、まずその責任とはっていうところなんですけども、ググってみるとどう定義されているかというと、いろんな定義の内容があるんですけど、立場役職の上で、果たさなければいけない、負わなければいけない、任務だったり義務定義付けだったりとか、あとは、自分のしたその結果に対して責めを負うこととかですね、ちょっと表現が難しいですけど、そういうような、定義付けがされてます。つまりですね、責任を取るとはっていうのを考えた時に、OGS ではどういう見解かっていうところなんですけど、役割が設定された瞬間に責任っていうのは発生すると考えてます。チームとか会社とか組織でやはりその各々の役割っていうのは必ずあると思いますので、その役割が設定された瞬間に責任っていうのが、もうイコールで発生してくると OGS では考えてます。なので、その役割を全うするということが、その責任を果たすということにイコールになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ例えば何か問題を起こしてしまったとか、何か失敗をしてしまったとかっていう不祥事を起こしてしまったみたいなのが、よくニュースでも流れますけども、その時の責任の果たし方みたいなところはじゃあどうなってくるのかっていうのを考えていきたいんですけど、例えばですね、その、謝罪会見とか、芸能界とか、あとは会社でもそうですね、大手企業がの、経営トップがですね、謝罪会見を開くとか、そういうニュースも流れたりもします。で、じゃあその責任ですね、リーダーがじゃあ正しい責任の取り方っていうのは、じゃあ謝罪会見を開けば、責任を取ったことになるのか、社長の 30% 減俸しますとかっていうような、自分の要は報酬を下げるというところで、責任を取るとかですねっていうのもあると思います。ただ、じゃあ給料を減らしたから、報酬を減らしたから、責任を取ったことになるのかとかですね、そういったところもあると思います。あとは、議員さんとかが、辞職したりとかですね、もう責任、社長もそうですね、経営者もそうです、責任を取って辞めますという辞任辞職っていうのも、じゃあ辞めたから責任を果たした、責任を取ったことになるのかとかですね、いろんな考え方があると思います。謹慎処分を与えたとか、謹慎処分を受けたとか、懲戒処分を受けたとかですね、そういう対処の仕方もあると思います。それもじゃあそうしたからといって責任を取ったことになるのかっていうことになってくると思います。非常にですね、責任を取る、責任を果たすっていうのは、じゃあ何をもって責任を取ることになるのかっていうのは非常に難しい概念かなというふうに思うんですが、OGS で定義している責任を取るとはっていうところをお伝えしていきたいと思います。評価する側の相手が納得するかどうかが責任を果たすことになるんじゃないかというふうに OGS では定義しています。つまり評価する人がいるわけですね。議員であれば国民ですね、会社組織であればメンバーであればその評価者、つまりマネージャーであったり経営者であったりするかもしれないです。あとは芸能人だったとしたら、それはプロダクションの経営者でもそうかもしれないですし、あとは視聴者ですね、つまり国民とかにもなるかもしれないですし、その評価する側の人が必ずいるわけですね。その人が求めている状態があるわけですね。会社組織で言うならば、役割が設定されるわけですね。で、マネージメント側からメンバー側に役割が設定される、こういうことを求めてますよっていうのが設定されるわけです。で、それを果たせたかどうかで評価者は、果たせていれば納得する、果たせていなかったら納得しないわけですね。で、何か問題を起こしてしまった時も、
評価する側が納得するかどうか、その納得できる何か改善策を提示できたかとか、謝罪できたかとか、あとは、辞めることで評価する側が納得をするのであれば、辞めたことで責任を取ることになるかもしれないです。ただもし辞めたりとか報酬を減らしたりしても、いや、そんなんで責任を取ったことにはならないと、つまり評価する側がそんなんじゃ納得できません、むしろ今のまま辞めずに報酬も減らさずに未来に向けて、今度次失敗しない改善策を考えて、それを実行することが、求めていることですであれば、それを実行することが、責任を果たすことになると思います。なので要は評価者がいかに納得をするか、つまり求めている状態をいかに果たしていくかっていうことが、責任を果たす、責任を取るということになるのではないかなと。何か失敗をしてしまった時とか、問題を起こしてしまった時というのは、謝るとかですね、辞めるとか、報酬を減らすとか、禁止処分するっていうのも一つかもしれないですけど、そうではなくて、じゃあ次問題を起こさないための解決策を考えて実行するとかですね、結果が果たせてないのであれば、じゃあ結果をクリアするためには次こういう対策を打っていきますと、そして実行していきますとかですね、そういったところが責任を取る、責任を果たすっていうところの本質じゃないかなというふうに OGS では考えております。つまり、求められている結果を出すために必要な行動を起こしていくということですね。それが責任を果たす、責任を取ることになるのではないかなと思います。で、リーダーの立場にある方というのは、その管轄するメンバーがいらっしゃると思います。そのメンバーをリーダーとして引っ張っていかなければいけないのがリーダーです。リーダーの責任の取り方というのは、自分一人ではなくて、そのチームがのメンバーに対しても同じように指導していかなきゃいけない。リーダーの責任の取り方というのは、そのチームが求められている状態、結果をいかにクリアしていくかと、そこに焦点を当てて行動していくことが、責任を取ることにつながっていくと思います。そして最後に、会社組織で言うならば、役職が上がっていけばいくほど、社会性というかっていうのが増していくわけですね。ですし、芸能人とかでもそうです。議員さんもそうです。社会性が増していけばいくほど、要はよりたくさんの人から見られるようになっていきます。社会性を増していくと、それだけ評価者というのは増えていきますので、その評価者が求めている状態、結果をいかにクリアするかというところに焦点を当てて行動していくことが、リーダーの正しい責任を取れるかどうかっていうところにつながっていくのではないかなというふうに考えますので、ぜひそこをですね、今一度考えていただいて、日々自分がですね、その行動ができているかどうか、正しい責任を果たせているかどうかっていうところを、ぜひこれを機会にですね、考えていただければと思います。ということで今日はですね、正しい責任の取り方について考えてみました。では、またですね、お会いしましょう。ありがとうございました。